こんにちは、孤独のライダーでございます。どうもありがとうございます。今ね、はとこに運転してもらって、好きなラーメン屋さんがあるっていうことで向かっておりました。で、僕は初めてなんですよ。いつも目には知ってたんですけども、今までね入らなかった。で、今日ね、はとこがそれ好きなんでね、行こうということで向かっておりました。で、ここは国道4号線でした。あ、乗り心地いいね、この車ね。あそこちゃんと止まってね、一時停止。ウルセンター YouTube でやってるさ、もう止まんねかったみたいなさすごいツッコミくっからさようやくってやつ。もしかして人生初のゴールド？ゴールド？レンコさんの人生初は遅すぎねえの、それは。あ、そう。で、ここがね、カムラ屋。駐車場ないでしょ？これ、じゃあ左って左。あるわけね、こうね。ここにね、鬼の手形があるからさ。そこに無料駐車場があるんでね。昔この近くのピアノ教室通ってたんだ。あ、そうなの？ピアノやってたの？そう、中学校の上層教育受けてちゃう。これ英会話のやつだ。あ、もうちょっともうちょっと。ここはお寺だから。ぶるっと。これ左。ちょっと離れねっけどもさ、この左手が鬼の手形でしょ。複雑に人々の思いが交錯する現代社会、日々の生活に疲弊する人々、本当の自分を求めてさまよい歩く、そんな時ふらりと寄った名もなき食堂が男の心に響く。男はただ庶民的な味に癒しを求め、日頃の嫌なことを忘れて飯に食らいつくのだ。男は今日も田舎の素朴な味を求めて店を探すのだ。ここは知る人ぞ知る激辛ラーメンのお店。これ一番辛い三十丁目ってやつ。僕は一番辛くない三丁目でございます。お、三丁目でも食えるね。なかなか旨味に奥深さがございます。刺激を求めるファイターにはいいのではないでしょうか。僕は頭をこじ開けて腫瘍を取ったばかりです。あまり刺激物は取らない方がいいでしょう。しかしハトコは平気な顔して三十丁目を食べております。同じ人間とは思えません。いつの間にそんな風になったのでしょうか。思えば僕が小学高学年の時に彼女は生まれました。なぜかは分かりませんが、僕は子供たちによく好かれたので、いつも子守り役でございます。俺、ちっちゃい時からそういう食べ方だったから、だけど、今は噛み切らなくなったね。だから、うるさいから。うん。でも、ちっちゃい時からのさ、食べ方だよ、俺。先日彼女が、あるイベントに出るので子守役を買って出ました。やはり子供たちは僕にすぐ懐きます。その時初めて会ったにもかかわらずです。母親がそう呼んでいるからでしょうか。もうアラフィフの僕をお兄ちゃんと呼んでくれるのです。お兄ちゃんと呼ばれるので張り切りましたよ。
一緒に公園を走り回りました。でもお兄ちゃんと呼ばれてもおじさんはおじさんです。子供たちが走り回るのにはついていけません。周りの若い親御さんたちは、あの人年取ってからの子供なのねって目で私を見つめます。ヘロヘロになりながら頑張ってるねって目で私を見つめます。歳は取りたくないものですよね。最近同じような年の方々がいろいろと体のあちこちに不調を訴えております。これまで私は健康だと思って生きてまいりました。まさか頭の中に腫瘍があるとは想像しておりませんでした。もう一つ予想外だったのが、腫瘍を取ったら若い時の脳の状態に戻りつつあることです。脳は使えば使うほど衰えることなく成長していくようです。スープまで飲み干しちゃったの？